皆様ごきげんよう。どうも。今日はですね、はい、なんと、まあ、もう10年前ぐらいから僕はあのここのマスター知ってるんですけど、まあ、ホルモン焼き、をメインとした、食べ物屋さんで、まあ、ちょっとね明日からまた緊急事態宣言入るんで、その前にあのちょっと一回ね久方ぶりに顔出そうかなと思って、やってきました。むしゃむしゃ丸さんとのコラボの後です。はい、であんまり遅くならないように、またこう見てもらったら分かるように明るい時間からちょっとあの食べていこうじゃないかということで見てください、これメニューこちらですよ。だなと言ってやってください。いやもう全部絶対美味しい。美味しいんですよ。で、店の名前ホルモン焼きのほうちゃん、はい、あのうちのチャンネルには持ってこいの名前なんですよ。ということで、まああんまりね、行動なんで迷惑もかけれないんで、次はあの食べていこうということでよろしくお願いします。お願いします。皆さん、初コラボありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい、です。5分の4うどんじゃすいません、僕だけこれごっつい回るわ、この酒ウーロン派、ウーロン派程よい、充実感ですよ。なんか疲労感と充実感。え、疲れたんですか。いや、それ俺が一番疲れてるからほんまに。あ、そうですか基本だから大阪ばっかりらしいです。あー、そうなんです。神戸、神戸神戸のこと新鮮なんや。新鮮でした、今日は。楽しませてもらって。そう。どうしていいかわからんかった。楽しませてもらって。どうしていいかわからんかった。天気ええばっかり言うとたから。今日一日騙されまくりで。はい、春巻きです。これまだあれやな。これ緑の夜かと思ったから。あ、何？じゃあ食レポお願いします。酒が欲しいな。わかる、大体珍しい中身知りたい。え、でも貝柱がなんかホタテが入ってる。うわすごい。おありがとうございます。俺あの俺僕はあのヘルシーのオニオンスライスでいただきます。オニオン最高。普通にビール美味しい。やっぱりうまい。ちょっとちょこたい。ちっちゃいコップに入れて。ああ、多分ね、ホルモンって分けるのか。マジでそうっす。あれは飲む人に合うやろな。じゃあうまいな。でもあれですね、僕らが YouTube 始めて、こんなあの誰かとコラボしてもらうなんてね。夢の世界。ね。ありがとうございます。ほんまありがとうございます。今日はほんまにね、刺激だらけやから。そうじゃね。俺一番騙される人間やで、分かった。いやでもね、ゆうくんから途中で電話来た時に、僕ほんま、なんかあったんかなと思って、こうちゃんが、やっとさん探しにこっち戻りました。赤いやん。そんなことがあったんです。歩いていくねと思ったら、ブワーって。ゆうくんは俺、生かそうとしてた。はい。行こうとしとったから、いやいや、これ面白くないやん、お前。ええものか。俺、騙されとると思ってないから。ああ、もちろん。いや、ほんで、俺があのみんなのコーヒーとか買って、ほんで、戻りようときに、こうちゃんをバーしてて、やばい、企画どころちゃう。急におった。もうこうちゃんは、企画のことで頭いっぱい。もう変更して、これに変えてもらいたいから。いや、それで来たから、俺は逆に、いや、ちょっと待ってくださいよ。あいつ 4G 言っとったのにおかしいんちゃいますそっちに行ったって言ってたの。ほんなら、こうちゃん、いや、ええやん、それは。なんか、二人にやろうな、みたいな。いや、でもほんまこっちはほんまに、なんかもう背中で視線を感じながらもう確実に無視を貫いたから。あほんでどうなんやってやろう、まるちゃんちょっと後ろ見てくれへん。俺が見たら多分あかんと思うから。あいやどっか行ってるみたいな。どこ行ったんでインカメでにしてちょっと後ろ見て、おらへんおらへんし、ていうかまるちゃんなこの辺におるわ。じゃけどなんか全然来えへんから、
なんか、どうしたよ、とりあえず待ち、俺らはもう受けで一旦降ろかって言ったら、知らん間に姿がどっか一緒でそう、柱に隠れてくれそう、なんか隠れてくれなんとなく分かったんですよ。なんか柱行って、どうするどうするみたいな感じなんかなと思って。でも考えたら、それはそうやろな、あっこで男2人でおって、こう歩いてきとったら普通分かるよな。気づいてない俺だけやもんな。ユーミーちゃん、違うって言うとしなのでユーミーやって言うこうちゃんがね、いやちゃうってまあ、そこおる思ってる。ああ、もちろんね。でも横顔見る、あ、ほんまやだからね、俺んとこに走ってくるこうちゃん、ありえごめんこれ企画どころちゃうこれ神戸の紹介動画やこれなんか面白いそうそうっすね、確かにね見たかったトンペイですよ、トンペイ。トンペイ焼き。関東にはあるんかな関東にトンペイってあるんですかねないんちゃう、ね、でもほんま、その、マルちゃんのこと言ったけど。あれもちょっとな、ほんま。あれは絶対、俺絶対騙されてな、思っとった。最後の最後まで分かってない。違う、でもあれ、みんな悪いっすよ。一本目のやつでちゃんと行けとったら、キザな男って感じで終わるとったらみんな笑うからヤンタさんのおもろすぎてちゃんとみんな笑うからいやうまいこと言うだろうもんとりあえずこれで行こうと思ったらみんなが笑うから台無しやん80年代のドラマを意識したまあそんな感じやからマジでマルちゃん一人でやってすごいわそのそれいるわ一人でやってはるんですよすごいっすで自分で編集して撮ってすぐやってってことは6,941回すごいっすよそれだけそれだけすごいですよほんでめっちゃ恥ずかしいですちゃんと聞こうとしようびっくりした今自分の声聞こえてきましたわかるね、もう食べ方は、はい、ね、食べ方わかるねあー、大丈夫です、バッチリ、はいじゃあもう火止めておきますはい、ありがとうございますはいじゃあ、もう今、近いところはじゃあ普通に、まあこの辺使って味整えてもうしてもうこれ入れてもう食べるこれ何？それは一味や一味はい一って書いてるから続いてこれはこっちこれじゃあニンニクやニンニクやね知らんやんニンニクこれ何？これスマイルじゃんそれは出汁は何味？これ何味やろ味噌味噌多分味噌醤油うまそうやな、ほんまやばい、マジでよいや、ほんま一品出てきてこうちゃん、来てもらった方が絶対いいっすめっちゃうまいっすねホルモンも全然臭くないわめっちゃうまいうまいよ久しぶりやでもうまいうどんがあの、普通のこうだしのうどんとは違うから丸くないですよねいや多分これ専用のうどんみたいな感じだと思うなそう多分はい分からないですけど見てくださいこれプリプリうわーほんまプリプリっすねとろけるあうまい皆さんこれだけはねちょっと言わせてもらいたいんですけど先ほどもう一度言わせてくださいね新潟重機です福島ヒンバステークスでこれは入れたはいディアンドルがはいありがとうございますありがとうございますこれうまそうやおいこっちやディアンドルがなんとね、はい、まあ逃げて最後の直線先頭に立って1回2回抜かれながらも最後ゴール前で一番人気のドナートラエンテとの接戦を制して一着になりましたよ、ありがとうございますありがとうございますやりましたやってくれましたね多分ね、この絵でこの後おそらくビクトリアマイルに行くんじゃないかなと優先権取ったんでただ残念ながらこの動画上がるの多分ビクトリアマイルの後だと思うんですよ、まあ、間に合えばいいですけどはい。北
待したいですね。それはファンタストメンバーを取るマルちゃんを取る俺、考えたらなかなかないプレゼンです。そうやんな。一日総括というか楽しかったですね。そうですね、うん、いやなかなかほんまにね、何回も言いますけど新しい風というか、うん、なんか空気入って、おう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 、でなんか今まで4人でも基本男臭いチャンネルというか、はいはい、そうですね、まあ、やったことも競馬メインでやから、そうですね、ちょっと華やかな感じになって良かったんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ゆうくん今日1日振り返ってどうですか。いやもうこうちゃんのドッキリのハマり方にはもう最高でした。予想外しないことが起きましたけど、はい、いやもううまいこと収まってよかったです。そうですね、ちゃんとねドッキリとして成立しましたもんね。そうですね、よかったです。ね、こうちゃんどうすか、ね、今日一日お疲れさんです。お疲れさんです、ね、2回もドッキリさ はまっちゃいましたけど、そうですね、まあ、実際リアンドルが買ったから、はい、何もかも幸せです。あ、それは良かったです、ね、ありがとうございます、まあ、3回またドッキリしてくださいみんな。いやそんな連続でやったらバレますから。いや分かれへんで、気づかへんと思うけど。こうちゃんやったら気づかんから。気づかない、やっぱり気づかないかなっていうドッキリね。あ、なるほど。ちょっとじゃあまた考えます。はい、考えてください。はい、はい、お願いします。はい、どうですか今日一日振り返って。あ、めっちゃ楽しかったです。楽しかったですか。はい、めちゃめちゃ楽しませていただいてありがとうございました。またちょくちょくね、ファンタストチャンネルにも、はい、ご出演いただくかもわかりませんけど、はい、ぜひよろしくお願いします。またぜひコラボよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。では皆さん、そろそろね、いい時間なんでね。そうですね、終わりたいと思います。はい、では皆さん、さようなら。高評価お願いします。チャンネル登録もお願いします。お願いします。